F1 大好き。さあ今日は土曜日ということで、現在は F1 の予選がね終わった頃ということでですね、いや見られてないんですよ。まあもちろんねお仕事なので見られてなくて、明日も決勝最中にこう番組っていう、もう私は気がかりでしょうがないですよね。なぜこのシフトにしたんだろうって思ったんですけども、まあでもねネタバレ禁止って書いてあるんですけど、見ちゃった先予選の結果見ちゃいました。やっぱりこう気になるじゃないですか、ポールポジション誰だろうと思って、まあ、なんとなく予想はついてたんですけどもね、まあ、予想通りということで、でもちょっと待ってサインズどうしたのと思って、誰か結果だけ見たんですよ、結果だけね、結果だけ見たんで、でなんでこんなことになってんのっていうのが分かんないんですよ。そう、いや見ちゃうよねっていう。私最後に見てたのはベッテルがクラッシュしたところで終わってるんですよ。映像を確認できたのはベッテルがクラッシュしたところなんです。でまたベッテルと思って、もう昨日からベッテルの話題で、ま、持ちきりだと思いながら来たんですよ。でストロールももしかしてだけど何かあったのかな今全くわからない状態で結果だけは見たので、もうね気になりますね、何があったんだろうと思ってまあでもね結果見たとしても、そうなるまでの過程がねやっぱり大事だし面白いですから、まあ、かえってねじっくり確認したいなというふうに思います。いやー気になりますけどもね、まあ、でもまだ予選ですしね、明日の決勝に向けて、いやでもちょっと待って皆さんも見てるんですかね。いやサインズだけがどうも気になります。どうしたんだろうと思って、もうだって昨日金曜日のフリー走行を見てる感じだったら調子良さそうで、もうサインズかルクレールか、サインズかルクレールか、サインズかルクレールかってずっと思って見てたのに、なんでだろうと思って、いやなんかあったんでしょうね。いやこんな調子がよくっても何があるかわからないっていうところが面白いので、やっぱり F1 はね楽しいなっていうふうに思います。いや帰ったら要チェックだなと思いつつ、まあね、無事になんか今まで録画ができないっていうふうに言ってたんですけども、録画もですね一生懸命こういろいろ調べましてできそうな雰囲気になってきたので、まあ、明日もねしっかりと振り返り見ていきたいと思います。